なるみさんに相談がありまして、はいはい、ブログを変えたいんですよ、うん、ああ自分のブログ使ってるブログサービスを変えたい、はい、そうなんですよ。今ナツメグドットブログかな、あのナツメグブログっていうのをやってるんですけど、ナツメグドットブログドット JP、 はいはい、じゃあライブドアですよね。そうですそうです、うん、そうするとあれですよね、記事そのものは移行できるとして、はい、移行した先で、はい、どうせまたやるんだったら、うん、なんか自分のまずドメインとか取った方がいいんじゃないですか。あー、なんかその辺めんどくさいじゃないですか、うん、なんかドメイン管理したりとか。じゃあ過去のブログはもう過去のブログで置いてきちゃって、はいはい、また別のとこ新しくやるみたいな感じですか。あー、それでもいいです。あ、でもせっかくだったらもうボコッと全部こう移し替えたいですけどね、うんうんうん、何かというと僕がやってるブログの、うん、今使っているブログサービスはライブドアブログ、うん、もうライブドアブログじゃないんじゃないかなと思って。うん、確かにね、ライブドアブログ僕も使ってるんですけど、あんまりもうアップデートされないですよ。されないですね、もうちょっと、うん、しかもなんだろう、スマホで僕あんま自分の見たことなかったんですけど、見たらちょっと残念で、うん、ページ分割めっちゃしてるんですね。そう、自動で入っちゃうんですよね。知らなかった。しかも広告入っちゃうんですよ。僕、あれもう忘れたんですけど、僕有料会員だったけど広告、ね、有料会員だろうが無料会員だろうが、はい、広告入っちゃうんですよ。あれダサいな。しかも有料会員っていう仕組みもなくなっちゃったんで。そうですよね、うん、ちょっとね、ライブドアもうさすがに。そうですね、そうすると LINE ブログとか同じ会社ですけど、はいはい、何がいいんですかね。ちょっと今何がいいか迷ってて、何がいいと思います。他って誰が何やってんだろう。ハーチュさんはノートと LINE ブログじゃないですか。メインは LINE ブログかな。 LINE ブログじゃないですか。あと例えばハテナブログとか、うんうん、そんぐらいじゃないですか、広報って言ったら。あと自分で例えば千代丹さんがやってるミリューとかは自分でワードプレスやってますよね。ワードプレスですね、うん、池早さんは自分でやってる。いや、ライブラブログにかな移ってきたんじゃないですか、確か、うん、広告がそんな入るライブドアブログに。そうそう、あのライブドアブログのチームから池谷さんに声をかかって、はい、移ってきたよっつって。そうなんですね。でわざわざムーバータイプからライブラブログに昔来た気がするんで。いやー、なんかね、もうライブなんか、うん、もうライブドアじゃないなと思って、うん、この前会った大学生が、うん、夏目さんのこのサービスって何ですか、うん、なんかリブドーって何ですかって結構ウェブ系のインターンにいろいろ行ってるっていう女性が言ってて、うん、あれ、そっか、なんかもうブランド名としてあんまり若い人は知らなくなってきてるんですかね。まあさすがにもうそんな会社ないんだなと思って、まあね、うん、でホリエモンは知ってるって言ったら知ってる知ってるって言ってて、うん、そっか。ライブドアブログとライブドアってポータルサイトありますけど、ね、うん、もうそんなのはないですね、うん、これ何にしたらいいんですか。僕ちょっと写したいんですけど。いや難しいですね。軸としてはページ分割されたくないのと、うんうん、でもそれって例えば、はい、ハテナとか LINE とか、はい、その大きな会社のブログサービスだと、うん、もう何が起きるか分かんないですよね。分かんないです。自分でコントロールできないじゃないですか、はい、そうするとムーバータイプとかで全てコントロールしなきゃいけないんですけど、うん、維持が面倒だと。そう、なんか軸としては、まずページ分割されたくない、うん、あと自分で管理は一切したくない、したくないんだ。ドメイン取ったりとか、うん、そういうのは一切したくない、うん、メンテとかも。であと PC からかける、うん、かける、うん、かな。であと、なんだろう、 UI UX が使いやすいとかはありますけど、でもそれぐらいかな。メインはスマホで見やすいとかですかね、うん、そうするとね、あの何がいいですか。ちゃんとブログ開発してるのって LINE ブログ。 LINE ブログスマホからなんだよな。あ、そうだね。でも特別に PC からあの書ける権利もらったんじゃないですか。あれどっか行っちゃいましたもん。どっか行っちゃったの。どっか行っちゃいましたもん。入れないですもん。あ、そうなの。そうそう、やり方忘れちゃった。じゃあそのメール送ってきた人にもう一回お願いっつって。あ、それならありだな、 LINE、うんうん、でも LINE ブログ僕ただひたすら人を褒めるブログにしちゃってるんで、もう一個作ればいいのか。でも LINE ブログって多分1 LINE に1個、うんうん、あれ、そのめちゃめちゃ人を褒めるブログまだついてるんですか。全然。じゃあいいじゃんそれでじゃあそれでいいじゃん。そうか。あとね、アメーバオンドってどうなんですかね。あ、アメーバ系はちょっとなんか抵抗あるな、うん、ちょっとなんか、うん、ちょっとね、ちょっとなんか抵抗あるな。まあなんかわかるけど、うん、
サイバーさんは好きだけど、サイバーさん系のサービスは抵抗あるな。そうだ、イメージの問題。イメージの問題。アメブロっていうイメージがやっぱ強いから、はい、うん、開業しなきゃっていう。開業しなきゃ、バータグバーってつっ、バー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 ってやんなきゃって。夏目公式ブログってな、公式ってないじゃないのみたいな。そうなんですよね。うん、いや、何に移したらいいんだろう。ちょっと、いや、難しいっす。ミディアムってなんか、なんだろう。エンジニアっぽい。ぽいつうか。なんだろう、URL が、うん、あ、日本語が愚痴になる。日本語にすると、はいはい、あれブワーってなるじゃないですか、はい、なんかブワーってなるでしょ、はい、あれがすごい困ると思う、うん、あれって編集できないのかな。そう、ミディアム、ノート、 LINE ブログとか、まあその辺が候補かなとは思うんですけど。ミディアムとノートってすごい UI 似てんすよね、うん、まあ多分ノートがミディアム参考したのか分かんないですけど、うん、だからノートでいいんじゃないですか。ですかね。でもノートってなんか、うん、まあノートでもいいのか。なんかお金儲けたいのみたいなイメージちょっとついちゃったからなっていうのあるな、個人的にも。そうなんですよね、うん、ブログサービスっぽくなくて、そうそう、ちょっともう少しフラットな立場の方がいいんですよね、うん、今だと何がなんすかね。うん、でもその若いよく見る人のブログは何なんだろう。なんかワードプレスがやっぱ多いから、周りその IT に詳しい人がちょっと多いから。うん、そうですね。ハテナ、ハテナか。うん、ハテナブログやってるってなんかめんどくさい人の印象やるくせ、めんどくさいやつみたいな嫌な。そう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 。だから独自ドメイン取ってハテナやれば、ハテナやって言ってバレないんですよね。あー、なるほどね。うん、ハテナブログドットなんとかっていうドメインだと、はい、わハテナブログだ、めんどくさい人だってなっちゃうけど、そうそう、独自ドメインでやれば大丈夫。ああ、それはあり、うん、独自ドメインでハテナやればページ分化されないかな。まあさすがにハテナさんのはされなさそう、してるイメージないわ。どうだろうね。でスマホでも見やすそう、うん、イメージだけど、そうイメージだけど、うん、まあでもさすがに、うん、ウェブの会社だし、いやライブだもそうなんだけど、うん、ハテナは確かちゃんとお金払えば広告全部消せた気がします、ね、うん、ああいい、なんかね、うん、あの僕のブログ来てくださってた人たちが何人もなんか、うん、あれずるいんですよね、ランキングって言って、うん、ブログランキングって言って僕のブログかと思って、うん、全然違う方にどんどん飛んでっちゃったって話を何回も聞いたことがあって、うん、あの UI ね、はい、確かにちょっと分かりづらいですよね。 あれ嫌なんだよな。じゃあブログ変えますか。そうですね、変えよう。過去記事なんか全部移動するのめんどくさいな。でもあれって僕はよくわかんないんですけど、なんか引っ越しボタンみたいなのないんですか。あるある。あれって何ですか、あの HTML をそのままエクスポートしてインポートできるのかな。なんかよくわかんないけどそういう感じじゃないですか。特にハテナのライブドアはそういうのちゃんとしてるから、はい、あ、できそう、割とすぐできる。ライブドアブログね、標準で書くとフォントサイズがすげえちっちゃくてスマホで読みづらいんですよ。うん、あのテンプレによってはそうなりますね。そう、うん、しかもなんか管理画面もう変わりましたけど、すげえ最近までモバイルと PC ってわけであって、モバイルが 0.00 いくつ、うん、それってガラケーのあのマークになってて、うん、うん、誰も見てねえよみたいな、もう違うなと思って。じゃあやっぱハテナなのかね。うん、うん、ちょっとじゃあ、まあでもブログなんでやってもないのに変えたくなったの、いきなり。いや、退職するときしか書かないじゃん。そうですね、次退職するときに、うん、向けて準備しとこうかなと。そうなんだ。あとなんだろう、やっぱ自分のが書かなくても、うん、こう見てくれるときになんか変なことになってるの嫌なんですよね。うん、しかも広告がそれなら僕なんだろう、変な風になってるぐらいだったら消しときたくて、うん、広告が邪魔すぎる。あとページ分割が嫌いなのに自分のがページ分割してたって嫌だったんで。そうですね、じゃあもう、うん、今後ね、月に自分で移動できるように独自ドメイン取っといた方がいいんじゃないですかね。独自ドメインは僕ドメイン好きなんでめちゃくちゃありますよ。あ、そうなんだ。はい、夏目ぐ .com とか持ってますし。あ、そう。じゃあそれでハテナブログやれば、うん、そうですね、村人だとはバレないから。よし、うん、そうしよう。まあ、ハテナか LINE ブログでちょっと検討していきたいと思います。もしくはね、おすすめがあったらリスナーの方もあぜひハッシュドングリー FM でブログこれだよって、うん、でも僕がその大学生の方とお話した時に、うん、でも、うん、ブログってもう今時書いてる人誰もいなくないですかって聞かれて、うん、うん、そうだよね、そうなのかな。なんか俺たちの年代はいるけど、大学生とかになるとブログはいない。確かにブログやってる人ってそんなにいないんじゃないの。いたとしてもなんか
妙な意識の高さを感じる今月は10万 PV ですみたいな、うん、3万円儲かりましたみたいな、そういうイメージある。だってツイッターで良くないですかって聞かれて、うん、まあいいんだけどちょっと違うんだけどなと思いつつ。日記書いときたいってことですかね。日記書いときたいですね、うん、ふむ。じゃあちょっとまあ検討してみます、ブログの引っ越しを。そうですね、うんうん、じゃあ僕もついでに。しないでしょ。いやいや、しますよ。じゃあするよ。したらまたお知らせしますね。そうですね、うん。